スメタナ弦楽始終相談は1945年から1989年まで存在したチェコの弦楽始終相談である。プラハ音楽院で室内楽を学んだジェイリー・ベンスキー、エル・コステツキー、ブイ・ノイマン、エイ・コホーとの4人で1943年に結成された。結成当初の名称はプラハ音楽院弦楽始終相談である。 1945年に、スメタナ弦楽四重相談と解消し、デビューを果たす。1947年のイマンが、指揮者に転校するために脱退し、リベンスキーが第一バイオリンからビオラへ転校。また、同時に第一バイオリンとして、J のパークが加入した。1947年にはポーランドで、最初の海外ツアーを行う。1950年、 スメタナの弦楽詩重奏曲を録音。これは、同詩重奏団の最初の録音である。1956年リベンスキーが病気となり、ビオラがエムュカンパに交代する。1989年に解散。ボヘミアの伝統であるイブシギンのようにくすんだ音色と、柔らかく練り上げられたアンサンブルを特色とし、レパートリーは、スメタナ・ドボルジャーク。 ヤナーチェクを主とするが、ドイツ、オーストリアの古典派からロマン派まで広く含んでいる。ありがとうございます。